さんこんにちは。コナミデジタルエンターテインメントブースにご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりインディーゲームコンテスト学生選手権2024受賞式を行ってまいりたいと思います。まずは改めて本受賞式に伴いましてインディーゲームコンテスト学生選手権についてご説明させていただきます。インディーゲームコンテスト学生選手権は自分の手で作った作品を多くの人に見せたい、同じような志を持った多くの学生クリエイターと切磋琢磨したい、そんなゲーム開発に対する熱い情熱を持つ多くの学生たちが挑み競い成長する場として昨年より始まりましたコンテストです。学生クリエイターの登竜門となりますこのインディーゲームコンテスト学生選手権2024、今回はどの作品が受賞するのでしょうか。申し遅れました、本日司会進行担当いたします細谷美優と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあそして今回もう一方このステージにお招きしたいと思います。インディーゲームコンテスト学生選手権の二次審査員でもあります株式会社コナミデジタルエンターテインメントエグゼクティブディレクターの谷渕博史さんです。どうぞ。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあステージ前にも人だかりが集まってまいりましたが、やはり注目度も高いコンテストというところですよね。はいはい、ありがとうございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、さて谷渕さんはこのインディーゲームコンテスト学生選手権の二次審査員を務められたということですので、どのようなコンテストだったのか簡単にご紹介お願いできますでしょうか。はい、このコンテスト今回で2回目となるんですけども、実は昨年の、約2倍以上のですね応募作品が、いただきました。本当にありがとうございます。はい、そしてその、数多くの、応募のところをですね、第一次審査として、30人以上の、審査員がですね一つ一つ、プレイいたしまして、ベスト20作品として8月の上旬に発表させていただきました。はい、そのベスト20作品の中から、私を含めた5名の二次審査員がですね、より優秀な作品を選出、させていただきまして、本日いよいよこのステージで発表させていただく運びとなりました。数多くあった応募の中から一つ一つしっかりとプレーをして、そうですね、厳選なる審査を通って選ばれた作品ということですね。昨年よりも2倍以上より多くの作品応募があったということで、ご応募いただきました学生の皆様、そして学校関係者の皆様には改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。ではそろそろその谷渕さんも務められました二次審査員の方々、そしてベスト20作品のご紹介から進めてまいりましょう。それではまず5名の審査員の方をご紹介したいと思います。お一人目は株式会社ソニーインタラクティブエンターテインメントインディーズイニシアチブ代表吉田周平様。2人目は株式会社ゲームクリエイターズギルド代表取締役宮田大輔様。そしてユニティテクノロジーズジャパン株式会社シニアアドボケイト柳瀬洋平様。そして昨年のインディーゲームコンテスト学生選手権の最優秀賞を獲得いたしました多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース3年トロヤマイバッテリーズフライド様。そして最後に株式会社コナミデジタルエンターテインメントエグゼクティブディレクターの谷渕博史様です。以上5名の二次審査員による審査の結果、選ばれました3作品がこのステージで発表されるということです。さあ次に今回の受賞作品対象となりました20作品インディーゲームコンテスト学生選手権が選んだベスト20作品をご紹介していきたいと思います。では参ります。ボックスローテート春大阪ワクワクドラゴンズ、マイステッカーブック立命館大学大学院エレメントスー、スポットスポット春名古屋深夜2時に明日って今日、タイムエージェント立命館大学ハローワールド、
調理されてなるものか、明治大学ゲーミングレストラン、ゴーストダイブパズル、日本電子専門学校ハム、スフィアスマッシュ春東京チーム16、ルックアットミー春東京グリーンライトプロダクション、リペアーズリコード春大阪その歪み、サルベーションナンバーナイン春東京オーダーリン、ネオン忍者北海道大学東北大学大志堂ゲームズ、ビルド&クラッシュ武蔵野美術大学ビルド&クラッシュ開発チーム、バルパスの飛空艇春大阪わびさびアンドンズ、怪盗ホロークロー春大阪ユートケア、飛び上がれゴードン ECC コンピューター専門学校コシショウ、キャンドルフューリー春大阪プロヒュー、ポミング春大阪フロムシャワー、フレームシフト春大阪惑星人、アウトオブスカル大阪大学セイテイシリーズ、シュートアウェイ ECC コンピューター専門学校ユミポフアクト5、以上20作品となります。この中から本日優秀賞と最優秀賞の合計3作品が選ばれます。そして本日はそれらの賞を受賞するチームの代表者の皆さんにもそれぞれお越しいただいております。切磋琢磨した中選ばれた3チームの代表者の皆さんをステージにお呼びしたいと思います。まず1チーム目はタイムエージェントを制作されましたチームハローワールドのみちるさんです。どうぞ。ではみちるさん、簡単に作品のご紹介お願いいたします。はい、タイムエージェントは特殊なバレットタイムを使って、敵のから攻撃を避けてうまく照準して敵を倒していくような 2D ダマックシューティングゲームになります。この特殊なバレットタイムというのは、プレイヤーが静止すると、バレットタイムに入ります。動き出すと、リアルタイムに戻るという仕組みになります。そしてこのゲームの一番の売りとしては、敵の動きを先読みしてそこを狙って一発で倒しちゃう、爽快感が体験できます。ありがとうございます。続きましてポミングを制作されましたチームフロムシャワーの友也さんです。どうぞ。では友也さん、簡単に作品のご紹介をお願いします。はい、このポミングという作品ですけれども、ゴムのように伸びるラインとそれをとどめるピンを操作することによって、中のブロックをすべて崩すとクリアになる、そのようなゲームとなっております。ラインが敵に当たるとミスになってしまいます。はい、このようなゲームです。お願いします。ありがとうございます。最後はアウトオブスカルを制作されましたチームセイテイシリーズのシキガエルさんです。どうぞ。ではシキガエルさん、簡単に作品のご紹介をお願いいたします。はい、アウトオブスカルは骸骨の主人公が頭投げというアクションを使ってステージを攻略していくパズルアクションゲームです。骸骨の主人公が頭を投げ別の体に当てることでその体を操ることができるようになります。この一見単純な頭投げというアクションから生まれる複雑で奥深いパズル、これをプレイヤーの方にはぜひ楽しんでいただければと思っています。ありがとうございます。皆様本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは受賞作品発表の前に二次審査員よりベスト20作品の好評をいただいておりますので映像でご覧いただきたいと思います。どうぞ皆さんご着席ください。それでは皆様こちらをご覧ください。はい、僕ソロテトなんですけれども、すごくシンプルで直感的に分かる操作で、そのボックスをまさにボックスを、合体したりとかアップにしたりとかしながらパズルを解いていくようなところで、もう動くだけでも気持ちいいっていうようなところ、ガシャガシャ動かしながらパズルを解いていくっていうようなところで、ものすごくシンプルながら完成度の高いタイトルでした。マイツテッカーブックは
絵本が好きな少女のパズルアクションだったと思うんですけど、ホラーゲームではあるんですけど、物語は夜に目覚めてしまった女の子が水を飲みに行くっていうすごい小さな物語にまとまっていて、その点がすごい絵本を主軸としたゲームとしてよくできていたなっていうふうに思いました。スポットスポットはですね、まず見た目が可愛らしくて丁寧に作られているゲームだなと思いました。また触っていてルール、ゲームのルールもすごく分かりやすくて、やっていくうちにこうクリアできてしまうっていう、そこがすごく受けが広い、誰でも楽しめるようなゲームになってるなと思いました。タイムエージェントはすごくグラフィックはシンプルなんですけども、すごく洗練されたおしゃれな作品なんですよね。ものすごくたくさん敵が出てきたりとか、弾が飛んでくるレーザーが飛び交う中をギリギリで避けながら敵を的確に倒していくという体験ができるという点で、すごく夢中になって長時間プレイしてしまいました。調理されてなるものかはすごい面白いゲームだと思いました。敵の攻撃とかその場に残るので、例えば包丁だったら包丁が置かれたところにすごい縦に空間が区画されてそこは通れなくなって、一種のその場その場の迷路みたいなのが出来上がって、そこをくぐり抜けていくっていう面白さもあって、なんだろう、 3D の3次元の楽しさがありました。そうですね、あのゲームはすごい世界観がしっかりしていて、設定からでそれの絵作りとかが研究されたって言ったところが本当によくできていたと思います。ゲームの、ルールのところも憑依するというところ で主人公がまた幽霊になったというところです。動きが憑依するときと変わるっていうところの現世とかも世界観に合ってて綺麗にまとめ上げられてるなと思いました。フィアスマッシュはとにかくまず絵が綺麗というか、エフェクトとか動きをきちんと考えて作られていたというところがすごかったですね。ピンボールその爽快感とか、あとレベルデザインですね、一気に全てのエネルギーをどんどん倒していくというところがきちんと言っていて、すごい作り込んでるし、ピンボール愛も感じましたね。ルカとミはもうタイトルが後々なんか理解できると、あ、いいタイトルだなっていうふうな思うんですけれども、まさに今らしいゲームだなって思っていて、みんなで協力しながらワイワイワイチャチャって、それこそ配信とかでも見てると思いますし、ものすごくいろんな可能性、新しい、あ、そういった遊びもあるよねっていうふうなところの発明があって、結構僕もプレイして、人とプレイしてものすごく盛り上がって遊ばせていただいたタイトルでした。レアーズリコードは攻撃ができない主人公が回復っていうアクションに主軸を置いて、それで戦っていくっていう、同時にその場へ駆けつけるっていう、瞬時に動くっていう一番効率的な移動手段になっているっていうところがすごい噛み合わせがいいなって思って、効率的に回復をさせていくことで場の状況も把握できるし、遠くに行きたい場所にすぐ駆けつけるっていう風に一石二鳥とか三鳥メリットがあって、そういうところがすごくうまくできてるなって感じました。プレゼンテーションも聞いて、あ、なるほど、そういう風に作られてるのかっていうところで、物体のその立体パズルみたいなのをやってるような感覚をゲームに落とし込んだ作品で、ただそれだけじゃなくて、クオリティとして、モデルだったりとか含めてすごく高いクオリティで全体の完成度としてまとまっていて、パズルとかもちゃんと解けるような形、解きやすい形にいろいろ細かい工夫があって、全体のクオリティがすごく高いタイトルだったなっていう風に、プレイして感じました。そうですね、ネオン忍者は結構なんかドット絵 の伝統的なスタイルかなと思いつつ、すごいキビキビしたアクションと、あとアクション同士の連続性みたいなところ、あと狙ってちょっと先のことを考えつつ自分のアクションを考えながら、敵を倒したりとか、あとこうステージを進んでいくっていうところに新しさがあれば面白い作品かなと思いました。
はい、ブランドクラッシュこれ結構びっくりして、まあ、役割を分けて、アクション側と、ビルド側分けていくっていうふうなところで、まあ、こういうのはあの役割分担をしていく非対称なゲームって最近増えてきてるんですけれども、ビルド側 もうマップ自体が動いていくっていうふうな新しい発想で、そこはすごくああどうやって考えたんだろうっていうふうにシンプルに驚いた作品でもあります。はい、もうこのゲームはですね、ジェット噴射をして自分が高く飛び上がったりまっすぐですね進んだりっていう、その操作感がものすごくよくできています。でこの後ですね、どうやっていい操作感をですねいろいろなゲーム性に広げていかれるかっていうのがチャレンジかなと思います。あのゲームは結構落ち着ける場面が多いので、落ち着いて頭の中でルートを組み立てるっていう、その何もしてない時間も楽しくなるような、で実際に頭の中で組み立てた計画をやってみたら面白い、予想通りになったとか、あるいはなんかああ失敗したなって思うことがあって、そういう考える時間を楽しめるゲームだなと思いました。飛び上がるものなかなか面白いゲームで、狙ってるコンセプトそのままというか、本当にね、もう悔しいぐらいなんか中毒性があるというか、こういうゲーム作りたかったんだなっていうのがきちんと出てて、操作が簡単じゃないんですよね、本当に慣れが必要で、でミスるとすごく下の方に落ちていって、なんて悔しいんだみたいなところは本当にコンセプト通り出来上がってるゲームでしたね。キャンドルフーリー、やっぱりこのろうそくのですね、主人公のろうそくのスタイルがすごく印象的で、でろうそくってどっちかっていうとチロチロ燃えてる印象あると思うんですけど、そこをこう盛大に炎を吹き出して寿命を削ってですね、他のろうそくの炎を灯していくっていう、このキャラクターの生き方みたいなものがすごい伝わってくるのと、そこをこう寿命の短いろうそくを使ってなるべく少ない手数で全部のキャンドルに火を灯すパズルにしたっていうので、すごくこのテーマのですねグラフィック、そしてこう物語が一致したすごく面白い作品だと思います。トミング、新しいパズルゲームという感じがしました。いやすごく単純明快なゲームルールなんですけど、全くまあ見たことのないようなゲームで、本当に次々やりたくなるというか、まだまだなんですかね、あのルールでいろいろなバリエーション作れるんじゃないかなと、非常に楽しみです。フレームシフトはやはりこのタイトル通りというか、これまでの枠にはなかった作品だなと思っていて、でものすごく出来が巧妙なんですよね、まあ、それがこうギミックの面白さとか、自分がこううまくやってやったっていう感じにつながっていてですね、とてもこうどんどん先へ進んでしまういいゲームだなと思います。アウト・オブ・スカルはですね、自分のが生き延びるためにですね、他の体をですね利用してどんどん先に進んでいくっていう、その設定が面白くて、そのパズルゲームとしても非常によくできているんですけれども、やっていくうちにですね、あこういう解き方ができたんだっていうのが発見できるっていう、とてもよくできたパズルゲームだと思います。シューターウェアはですね、ものすごく面白そうな、いい意味でのですね、パッと見の引きがいい企画だと思います。ですね、まだ開発期間が短いということもあって、ゲームを遊んだ時のですね、ゲーム内でのルールの説明ですとか、そこのこの分かりにくさっていうのをですね、改善しながらですね、ゲームの深みっていうのをこれから作られていくのがいいかなと思います。いよいよ各賞の発表に参りましょう。まずは優秀賞一組目の発表です。見事優秀賞を受賞された皆さんには、賞状並びに記念のトロフィーが贈られます。なお優秀賞は2組いらっしゃいます。順番に発表いたしますので、お名前を呼ばれましたら一歩前へとお進みください。それでは谷口さん、はい、発表をお願いいたします。はい、
インディーゲームコンテスト学生選手権2024優秀賞1チーム目はタイムエージェントを制作されました立命館大学ハローワールドです。おめでとうございます。おめでとうございます。ハローワールドの皆さんには賞状並びに記念のトロフィーが贈られます。本日は代表者としてみちるさんにお越しいただいておりますので、このまま引き続き賞状をお渡ししていきたいと思います。プレゼンターは当コンテストの主催株式会社コナミデジタルエンターテインメント執行役員石原康氏が務めます。石原執行役員よろしくお願いいたします。お願いします。はい、では表彰状の授与をお願いいたします。優秀賞タイムエージェントハローワールドの、キッチームはインディーゲームコンテスト学生選手権2024において、当初の通り優秀な成績を収められました。ここにその功績を称え表彰いたします。2024年9月26日、IGC 学生選手権実行委員会どうもおめでとうございます。それではまずは表彰状とともに記念撮影の方を行います。ありがとうございます。そしてトロフィーの授与に移らさせていただきたいと思います。はい、おめでとうございます。はい、では谷口さんも一緒に記念撮影の方をお願いいたします。改めましておめでとうございます。ありがとうございます。それではチームを代表してみちるさん、受賞の感想を一言お聞かせ願いますでしょうか。はい、まず今回この度、このような素晴らしい賞をいただきありがとうございます。ありがとうございます。見事優秀賞に輝きました。失礼しました。はい、今回タイムエージェントは私一人で制作したゲームになりますが、二次審査会で皆さんの素晴らしい発表を聞いて自分はまだまだ成長できるなと思いまして、そして何より、一人の力では限りがあると思いまして、次はチームでよりいいゲームを挑戦していきたいと思います。よろしくお願いします。大変失礼いたしました。見事優秀賞に輝きましたハローワールドの皆さんへ今一度大きな拍手をお送りください。それでは続きまして優秀賞2チーム目を発表いたします。谷口さんよろしくお願いいたします。はい、それではインディーゲームコンテスト学生選手権2024優秀賞2チーム目はコミングを制作されました春大阪フロムシャワーです。おめでとうございます。おめでとうございます。フロムシャワーの皆さんには賞状並びに記念のトロフィーが贈られます。本日は代表者としてともやさんにお越しいただいております。さあそれでは石原執行役員よろしくお願いいたします。優秀賞コミングフロムシャワードの以下同文おめでとうございます。ありがとうございます。それでは記念撮影の方お願いいたします。
続きましてトロフィーの授与に移らさせていただきたいと思います。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。それではトロフィーそして賞状とともに記念撮影の方を行ってまいりたいと思います。ありがとうございます。改めましておめでとうございます。それではチームを代表して一言感想の方お願いできますでしょうか。はい、まずはこのような賞をいただくことができましてありがとうございます。我々初めてのチーム制作ではありますけれども、まあ、それぞれのチームがそれぞれメンバーが最大限努力をしていただきまして、このような賞を取りました。まずはチームメンバー皆さんありがとうございました。そして、指導してくださった先生、あとプレイ、テストプレイしていただいた皆さん、そして、今回審査でこのように選んでいただきました審査員の皆さん、本当にありがとうございました。見事優秀賞に輝きましたフロムシャワーの皆さんへ今一度大きな拍手をお願いいたします。さあいよいよ最後の表彰です。今年度全応募作品の中から最も優秀と認められた作品に贈られます。それでは谷口さん発表をお願いいたします。はい、結果は聞くまでは分かりませんよ。はい、それではインディーゲームコンテスト学生選手権2024最優秀賞はアウトオブスカルを制作されました大阪大学聖帝シリーズです。おめでとうございます。おめでとうございます。聖帝シリーズの皆さんには賞状並びに記念のトロフィーが贈られます。本日は代表者としてシキガエルさんにお越しいただいております。最優秀賞アウトオブスカル、聖帝シレズ殿、キーチームはインディーゲームコンテスト学生選手権2024において当初の通り優秀な成績を収められました。ここにその功績を称え表彰いたします。2024年9月26日 IG 選手権学生 IGC 学生選手権実行委員会おめでとうございます。では少女と一緒に記念撮影の方をお願いいたします。それでは続きまして記念トロフィーの授与です。おめでとうございます。それでは石原執行役員そして谷口さんそして賞状トロフィーとともに記念撮影を行ってまいります。改めましておめでとうございます。ではシキガエルさんチームを代表して受賞の感想をお願いいたします。はい、まずはこのような素晴らしい賞をいただき誠にありがとうございます。このゲームはあれです、ね、私はです、ね、昔からパズルゲームが好きでずっとパズルゲームを作りたいと思っていました。今回のアウトオブスカルはそんなパズルゲームへの憧れを形にしたゲームになっています。なのでこのように賞をいただいたことによってその憧れていたゲームの背中に、まあ、少しでも近づけたかなと実感しています。はい、で最後にはなりますが私の憧れについてくれ、ついてきてくれたチームメンバーテストプレイに付き合ってくれた方々、そしてあれです、ね、私にこのパズルゲームを作りたいと思わせてくれたあれです、ね、偉大なパズルゲームたちそれらに本当に感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。改めましておめでとうございます。見事インディーゲームコンテスト学生選手権2024最優秀タイトルに輝きました聖帝シリーズの皆さんに今一度大きな拍手をお送りください。ではここで石原執行役員より一言コメントをいただきたいと思います。
はい、受賞された皆様本当におめでとうございます。それからですね、ベスト20に勝ち上がった皆様も本当におめでとうございます。ご応募いただいた皆様も全部遊ばせていただいて素晴らしいゲームでした。で、今回ですね、この3作品が受賞になりまして、最後二次審査の過程で審査員でかなり煮詰まりました。まずこの3作品を選ぶというところから煮詰まったんですけれども、さらにこの3作品から最優秀を選ぶ、優秀を選ぶというところが、すごく議論になりました。で、ポミング、タイムエージェント、この2作品についてはこれもう遊びの発明だよねという話を、実は我々の中でもしておりまして、このですね、遊びって見たことないよねというものをまさにこうインディーゲームらしいチャレンジ精神で、作り上げていただきました。で、そこをしっかり評価するか、あるいは、今回アウトオブスカル最優秀賞になりましたが、頭投げゲームというジャンルをしっかり確立するような一作品がですね、作り上げられた、そこを評価していくのか、そういった部分でですね、議論が分かれました。最後、アウトオブスカル最優秀賞ということで選ばせていただいたんですが、アウトオブスカルはですね、作家性、作品性がその中でも、一つ、際立って、評価ができたところでありました。骸骨をですね、頭投げのキャラクターとして使って、そこから出てくるアクションパズルゲームなんですけれども、世界観、アクションパズルを解いていく中で伝わってくる世界観というところが、我々にとってもまたこのゲームだけではない広がりも何か感じさせるものがありまして、最優秀賞に選ばせていただきました。ただ、タイムエージェントのポイミングも遊びの発明をできたというところもすごくて、もっと賞を出せないのかというのもちょっとあったんですけれども、ここは本当に僅差で、こういった評価とさせていただきました。ぜひですね、他のベスト20の作品も含めて、こうした学生の皆さんを応援する、あるいは先生方を応援するという意味も含めて、このゲームショーで、この4日間展示しておりますし、ここに授与された皆さんも立ってですね、作品を説明していただけるということもありますので、ぜひ触って楽しんでいただければと思います。本当に今日は受賞おめでとうございます。以上で全ての表彰が終了いたしました。受賞された皆様、そして関係者の皆様、誠におめでとうございます。受賞された皆様、本日の感激を胸に誰もがワクワクするゲーム制作の担い手として、そして新時代のトップランナーとしてますますご活躍されることを願っております。改めましてご受賞誠におめでとうございました。そして石原執行役員谷口さんもありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちましてインディーゲームコンテスト学生選手権2024受賞式を終了いたします。なお、こちらのステージでは14時より飯島拓也が語るアパシーシリーズリブートと今後の展開を開催いたします。観覧をご希望のお客様はぜひまたステージ前へとお集まりください。ブース内ではサイレントヒル2やメタルギアソリッドデルタスネークイーターなど注目のリメイク作品をはじめ盛りだくさんのタイトルをご用意しておりますので、どうぞお時間の許す限りコナミデジタルエンターテインメントブースを満喫していってください。それでは本日は誠にありがとうございました。